おはようございます。本日はですね、デュースサイドから、右利きの方がですね、デュースサイドから鋭角にスライスサーブ入れるための方法ですね、2つ紹介しますんでよろしくお願いします。まず1個目なんですけど、結構右側、結構っていうのはその人それぞれあるんであれなんですけど、右側にトス上げてボールのね、右下ぐらい打つようなイメージですね。スライス打つ際にこうちょっと上こすってとかっていうんじゃなくて、もうほんとこう右下打つぐらいのイメージで、ここからピュルンとこう返してあげる。でこれ何かっていうと、真後ろの下じゃないので右の下なのでってなると、ラケット面が比較的こう打つ方向に対して、そちら打つとしてですね、こっち側向いてるんですよ。すると角度つけやすい。でただこれはそれ用のフォームになってしまうっていうのと、トスが結構、それ用のトスになっちゃうので、相手にバレやすいっていうのプラス、あとはファーストとセカンドで、ファーストとセカンドで、ファーストはここら辺で打ってるけどセカンドここら辺で打ってますっていうと全く感覚が違うので、ミスをする要素もちょっと強くなってくる。でどうせだったらちょっと違う、例えばフラット打ってセカンドスライスでも、要は1球目スピン打って2球目スライスでも、何でもいいんですけど、要は違うショットをするときになるべく同じような感覚で打てた方が、1球目フォルトしたとしても、そのフォルトをして、あ、これがちょっと悪かったなっていう感覚残ってた方がセカンドは、思い切りよく打てますので、なのでそういった意味であまり、おすすめじゃないというか、そういうちょっと感覚が違うイコール違くて相手にバレやすいっていうリスクはありますけれども、鋭角には行きやすいですよ。そう、ちょっと右側投げてあげて、外側の下側ぐらいって打ってくるとね、結構鋭角いくんですよね。面が向こう向いてるんで鋭角いきやすい。でこれね、あんまりちょっと肩痛くて手上がんねえなっていう人なんかにもおすすめっちゃおすすめなんですけど、そう、力はね入りやすい。もう特にね、こう上がらないですっていう人なんかはいいかなと。でもう一個のですね、もう一個のなんですけど、王道というか、頭の上近辺で打つっていう場合ですね。でこの時はですね、ちょっとトスを頭の上近辺は頭の上近辺なんで、若干こっち側ね、右側にずれても構わないんですけど、トスをねちょっと前目にしてあげます。前目にしてあげる。前目にしてあげて、でなるべく長いことそちらに打つとして、こうね後ろ持っていきますね。なるべく長いことこの面をキープ、この面をキープで、なので返すタイミングがこう返すタイミングをちょっと遅らせるっていう感じですね。もうなるべくこのぐらいの角度キープしてるつもりで、で落ちてきてから、ラケットが落ちてきてから、ちょっと返すぐらいにしてあげると、打点でこの面はキープできますので、で面がこれだけ横向いてれば鋭角の方ですね、あっちの方飛ばしやすくなってます。なのでいかに、どちらにしてもいかに面の向きをキープするかで、キープした後こっちに持ってきちゃうとちょっと手首的にも良くないので、要はね、リンゴの
皮むきスライスみたいな、こうリンゴの皮むきスライスみたいな、あれね、スライスはスライスでかかるんですけど、その後の手のね、この形があんまり手首に良くないので、だからこれでも鋭角にはいくんですけど、まあそれはね、唯一あんまりおすすめはしないかなと。でそれですごくうまくいってるんですっていう人に対してはですね、それダメですっていう話じゃないですけど、まあ、こちらとしてはまあおすすめはしないかなってところですね。なので、まあ、ちょっと右側で低いところで下打ってあげるっていうのが1個と、まあ王道の頭の上近辺だったらちょっと前目にして、なるべくこの角度キープしてあげて、こうならないんですね、キープしてあげて、でその後返すっていう、まあ、その2つが、まあ、デュースサイドから鋭角にっていうのではやりやすいかなと思いますね。まあ、ぜひ試してみていただいてですね、分かんないことあったらまたコメントいただければと思います。はい、野球場になります。どうもありがとうございました。